こんにちは、速稼塾の久保でございます。いや、ついに来たかっていう話題ですよね。これもずいぶん前から予測されていたんですけども、小学校中学校の統一配合の話題でございます。義務教育である小学校中学校もいかにね、過疎化といえどもやっぱり通わなければなりませんし、通わさなければならないですよね。まあでも学校の運営がやっぱり生徒数の減少ですとか地域のいろんな問題によって不可能である場合、近隣の小学校2つとか3つが1個になって、いわゆる統廃合ですよね。そこに広範囲から生徒さんが通うってことを考えなければならない、まあそういう時期っていうのは随分前から来ていたんですけども、今回ですね、記事でこういうふうにあります。まあ冒頭からなんですけども、毎日往復6キロ歩けるか、ましてや子供だよみたいな感じで、通学に対しての不自由をここで鳴らしてるわけなんですよね。場所は富山市の小中学校なんですけども、この小中学校を再編案が出たところ、住民からですね、不満の声が相次ぐということでございます。ただこれね、いくらね学校側に怒ったところで現実変わらないわけですから、冷静に次の手を打っておかなければならない。プラス親として子供をどこの学校に通わせようとしていたのか、そしてその学校が危機的な状況にあるってことを考えなかったのかなっていう、まあ親の方の責任は一体どうなってんのかなとも思うわけですよ。まあ仮にもですね、自分の大切な子供を先生とはいえ他人に預けるわけですから、その辺から非常に警戒しなければならないところとか、あとは通学は本当に、安全なのかとかね、危険なことはないのかとか、通えるのかっていうのは本当にここで書いてますけども、毎日往復6キロ歩けるかみたいなことを言ってるわけですけども、まあこれね、別の方法を取るとして、まあ親御さんが送ってあげればいいんじゃないですかってことを言う人もいると思いますし、まあそれも一つの方法なんですよ。一つの方法だし、どんなことがあっても親は子供を学校に行かせるんだったら、もう自分のね、まあ、車を使ってでも通わせるぐらいの覚悟があってもいいんじゃないかなというふうに考える人もいたり、現実そんなん誰ができんだよっていうこともあったりなんですけども、でもやっぱり自分の子供に起きる現実ですからね、他人に丸投げして済む問題ではなくなってきている、少なくともそういう時代になっちゃってますから。ずいぶん昔だったらね、分校ってのがいくつもあって、まあ私のね、中学の頃だったら隅や2中とか言ってね、荒や5中とかね、もう同じ中学でも5つとか6つに分かれていって、もう学校だらけだったみたいなこともあったわけですよ。まあそういう便利な時代はもう過ぎちゃって、今これから少子化なんで、例えば学校を無理やり作ったにしてもね、じゃあそれが数年後になくなるってことを考えたら、じゃあ、その学校を維持するための税負担にお父さんお母さんは耐えれるんですかって問題があったりとか、まあそもそも税金ですから、子供がない人でも、これはね、税金をこういったところに取られていくってことを考えると、まあ限界は来てるのかなと思うわけですよ。で、記事はいろいろとあるんですけども、まあ私がね、思うところいろいろ語っていくと、やっぱり親が何とかして子供を安全に通わせる、そんな住環境を整えていくってことも一つじゃないかと思うんですよ。まあ高校生とかだったらね、自分で電車とか自転車とか、バスを使って通わせるみたいなこともできるかもしれませんけども、それでもね、私も広島市内に住んでた頃でも、山間部から2時間かけて、で街中の高校に通っていたみたいな人は別にいましたからね。だからいましたから、だからみんなもそうするってことじゃないんですよ。やっぱりこの学ぶ場っていうのを行政が用意してくれてるところに対して、親が本当にここに住んで大丈夫かなとか、足はちゃんと確保できてるのかな、しかも一つじゃなくて二つ三つ確保できてるのかなとかね、ちょっと大変なことだと思いますけども、いろんな角度から考えなければ、じゃあ一体子供は誰が守っていくんですかってことになっちゃうわけですよね。ここで先ほどお話した学校の先生といえども、まあそういった関係者であろうとも他人ですから、親たら自分以上には信用できないわけですよ。となると学校に文句言ったってしょうがないのかなと。今ある環境を最大限利用して子供に学びの場を最大限提供していくっていうところになってくると思うんですよ。まあでもここでね、ちょっとね、飛躍した考えかもしれませんけど、私が心から思うことなんですけども、いや、そもそも今の時代歩いて学校に通わせる必要あんのかなと。しかも毎日、たまにでいいんじゃないかなって気もするんですよ。どうしても行きたかったら、遠足の時とか学園祭とかね、修学旅行とか、そういったイベントの時だけ行けばよくって、そもそも授業なんてリモートとか言ってね、家で受けるような習慣はできたわけじゃないですか。それを今ね、こうやって往復6キロ歩くっていうのは、いや、大人でもやらないと思いますよ。こんな6キロとかね歩いて通うなんてことはしないわけじゃないですか。
なんかね、お互いの言い分はただ言い合って罵ってるだけみたいになっちゃわないようにした方がいいかなと。やっぱりこう令和の時代になりましたから、テクノロジーを生かしてね、やるべきこととやらなくていいことはそろそろ切り替えた方がいいのかなと。で、学校にみんなで通って一箇所に40人50人100人200人集まるっていうのが、それが学校だよっていうのはね、昭和の価値観なんですよ。ね、私たち昭和生まれでも将来は学校に通わずにパソコンで家から授業をする、家から仕事をするみたいなことを、やっぱりね、未来の日本みたいな、なんかね、学研の学習かなんかでやったと思うんですよ。ワクワクしたと思うんですよ。それなのに実際その時代になってみたら、未だに会話すことに美徳を感じるっていうのは一体どうなってんのかなと思っちゃいますよね。そもそもお父さんお母さん方、学校に行くのどうだったですか？勉強するの楽しかったですかね。で、学校に行って子供が本当に幸せかなとかね、いじめられやしないかなとか心配するでしょ、やっぱりそれをいろいろ考えていくと、いや本当に通わせることがいいのかなとかね、往復6キロって書いてますけども、じゃあそれを縮める工夫をお父さんお母さんはするのしないのってことになってくるのかなと思うわけなんですよ。で、こういった公立中学校高校とかだったらまだいいんですけども、特別なね、インターナショナルスクールみたいなところに通わせようとする人は、それこそ親の暮らしを変えてまで通わせたりとかね、子供に最大限もう親がね、暮らしを投げ打って投資したりとかしてるわけなんですよね。まあそういったさまざまな便利とか不具合とかがある中で、実際に落としどころ作っていかないといけないときに、このね、記事を見てると、いや、はっきり言ってね、これね、お前らなんとかしろよっていうふうに保護者が言ってるようにしか私は見えないんですよ。じゃあお父さんお母さんどうすればいいと思いますかみたいなことに何もね、答えれてないんじゃないかなと思うんですよ。で、繰り返しますけども、実際に一生面倒見て付き合っていくのは誰ですかってことですよ。学校なんてせいぜい3年とかね、6年なわけですから、それはもう次から次へと他人を見てるわけですからね。自分の我が子のように子供に接しろって言っても、建前上はそういうふうな言うことを言う人もいますけども、所詮は他人の子供ですから、そこまで責任を持ってくれるっていうふうに信頼する方がどうかしちゃってるのかなって気もするんですよ、私はね。だから学校の先生と、もしくは教職員関係者と、実際の我が子を持っているお父さんお母さん、どっちが子供に対して真摯に向き合ってるのかって言ったら明らかじゃないですか、これ。だから何が起きても俺がいるから大丈夫みたいなね、まあそんなお父さんお母さんでいるしかないのかなって思うんですけどね。特にこれから少子化なんてのは絶対に起きることですし、こういった学校の統廃合なんてのはもう誰の責任っていうふうなこともね、言いにくいぐらいよくわかんない問題なわけですよ。よくわかんないけど現実はどんどん進んでいくんで、議論していてもね、あいつが悪いこいつが悪いとかね言ってても、子供たちはどんどんね、1年経てば1歳年取るし、3年経てば卒業するし、6年経ったらまあもっと次のところも卒業しちゃうわけですよね。だからもう待ったなしなわけですよ。まあそもそも私たちが子供を作る前から、子供を将来自分たちが作るかもしれないなって時にここまで考えていたのかなっていうことなんですよね。確実に来るわけじゃないですか、3年後5年後10年後っていうのは。だからそれがね、10代であろうとも20代であろうとも30代であろうとも、自分の数年後っていうのは確実に来る部分と、来るか来ないか分かんないようなところと分けて考えて、ちゃんと計画するべきだと思うんですよね。まあこの子供の問題で、いろいろとね、頭悩ませるときに、多分確実に10年後とか20年後、今度は介護の問題が来るわけですよ。じゃあ今から介護の問題準備してますかってことになってくると、途端にその場が来ないと動かない、考えてないっていう人も出てくるんじゃないかなと思うんですよね。こういうふうに必ず人は年を取って時間は過ぎて、それによって高い確率でどう変化するかってことは予測ができるわけですから、やっぱりね、今情報の時代って言いますか、まあ、いろんな資産を自分で出して、で、いろんな方とまた自分の気づかないところをね、情報交換し合って見ていくのが大事なんじゃないかなと。結局は自分しか責任を取ってくれないのが自分の人生ですから。そして家族の責任は家族しか持てないわけですよ。どっかの赤の他人が机上の空論で何かをすることが、は安心だみたいなことをね、もはや誰も信じてないと思うんで、そこを当てにするのは違うのかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。まあでもね、感情論で言うと、ここに出てきている記事のお父さんお母さんの気持ちは十分わかりますし、私も同じですよ。で、感情をぶちまけても何も変わんないから、じゃあ実際に自分で動いていくしかないよねっていうふうな、一つはね、もうこれね、時代の変化とともに諦めないといけない部分ですよね。他人に任せることを諦めて、もう自分の手や足を動かして、頭を動かしてどうするかってことを、一つ一つ解きほぐしていくしかないのかなと思うわけなんですけども、いかがでしょうかね。